間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日ご紹介いたしますのは、以前にもまあご紹介いたしました中国製の新作バイオリン、デルジェスのガルネリ・デルジェスのコピーをいたしました中国製の新作バイオリン、これまでまあ何回か入荷してきて非常にまあ好評を得ておりますが、今回も3台ほど選んでまいりました。先ほどの楽器の裏板をご覧いただいております。どの楽器も2枚板で、こちらまあ裏板ですと分かりやすいかもしれませんが、オールド仕上げ、アンティークフィニッシュをどれもまあ施しております。それでは簡単に一台一台の楽器のご紹介をしていきたいと思いますが、一番左にございますのが1727年のコピー、1727年、まあ、ダンクラと呼ばれている楽器のコピーです。そして真ん中、こちらは1742年ロード・ウィルトン、これはまあ本物はですね、メニューインが使ってたことでまあ有名な楽器ですが、ロード・ウィルトンのコピーです。そしてこの一番右側にございますのが1744年、非常にこの大きい、まあ、ちょっとエキセントリックな F 字工をしておりますが、これがまあ有名なオレブルをコピーしたものです。これだけまあうんちくを語ったところで音が大したことなければ何にもならないわけですが、これはまあ、あらゆる楽器あらゆるバイオリン、まあ、そうしておりますけれども、まあ、実際に私が試奏して、例えばこの3台を選ぶときには、7、8台ある中から、まあ、選んで、いいものだけ選んで音のいいものを選んでるということです。まあ、ですから特にその何年の誰々何々という、例えばオレブルがいいとか、ロード・ウィルトンがやっぱりメニューインが使ってて人気高そうだから選んだとか、そういうことは全くありません。まあ何もまあ考えずにまあ選んで、まあ結果まあこのようになったということです。